日本の近代史からって大冗談に刀を振りかざしちゃったんですけども、下関条約っていうのは、日清戦争です。日清戦争の勝利後の下関条約1895年で、台湾を日本は清国から割譲を受ける、ある意味っていうのか、日本で最初の植民地って言っていいのかな。それが1895年です。それから1905年にポーツマス条約が結ばれて、これは日露戦争後です。で、樺太の南半分と朝鮮の優先権、ロシアが持っていた満州での優先権を獲得します。同じ1905年、日本は朝鮮の外交権を掌握し、1897年に成立した大韓帝国を保護国化します。つまりこの辺から、この辺というかこの年代っていうのが、日本が東南アジアに進出をしていく、そして、日本企業が、東南アジアに事業展開をしていく時期と当然絡んでくるわけです。それともう一つ、今は、地域の問題を触れました。もう一つは法制度の改正っていうことを書いています。一つは輸出価値減量等戻し税法、明治42年1909年公布と書いてあります。日露戦争 のために日本はやっぱお金が必要になってくるわけです。戦争を遂行するために、そのためにその軍事費捻出のために輸入砂糖関税の引き上げが行われます。で、砂糖の関税が引き上がって日本には関税でお金が入ってくるかもしれません。ただ菓子屋にとってはほとんど菓子って砂糖でできてます、砂糖でできてますねって、今はまた違うものありますけれども、菓子が原料の菓子の原料の大部分が砂糖の時代に原料の砂糖の関税が上がっていく、原料価格が上がっていくっていうことは外国での競争条件が悪くなるわけです。そこで、松崎半三郎はこの輸入菓子原料等の戻し税法、つまり、関税のうち一部を戻しなさいよっていう運動を開始して、それが1909年に認められます。ただその時に要求したのは、10円にして、戻し税を10円にしてください、10円戻しなさいよって言ったことに対して5円しか戻ってこなかったんです。で、5円ではまだ足りない。で、そこで原料等の戻し税を10円にするか、あるいは施設仮置き場を認めてくださいっていう請願をします。施設仮置き場っていうのは原料が入ってきて、例えばじゃないな、ある具体的に言いましょう、芝多摩地工場に原料が入ってきた、そこのところで輸出用のお菓子を作っちゃう、でそのまんま輸出する、そうすると関税がかからないようにしてください、そういう施設仮置き場法を陳情する、交渉する、そしてそれが1912年に交付されてきます。これで条件が整ってくるわけです。条件っていうのは海外に事業展開する条件です。